皆さんおはようございます。加藤夏希の YouTube チャンネル夏色。この動画ではライフスタイルや料理を中心にいろいろな私色を増やしていけるように挑戦する動画です。今回の動画は妊婦さんの朝のルーティーンです。それでは夏色スタート。朝5時半、小村帰りで起床です。痛みと戦いながらお風呂に向かいます。体を温めて朝のスタート。体重、血圧を測ってアプリに登録。病院と連携しているので受診時に見てもらえるシステムです。さあ、6時半になりました。お風呂の後、スキンケア、メイクを済ませました。こちら買ってよかったケイソードのバスマット。洗濯しなくていいし、すぐ乾くのでおすすめです。朝は夜に洗濯したものを畳みつつ、また新たに洗濯をします。娘ちゃんが起きました。やはり家族が多いと洗濯物も多いですね。当たり前のことですが気合を入れるために香水をつけます。どれにしようかな。よし、今日はこれにしよう。急いで畳みます。娘ちゃんとおしゃべりしながら畳んでいますね。そしてお布団も片付けます。なぜリビングで寝ているかと言いますと、小村帰りで朝起きるんですよね。ですぐ湯船に浸かって直したくて、また足が痛い状態で階段降りるのが本当に辛くって、なのでだからリビングで寝ています。で、夜中に子供たちが起きてママがいないことに気づいて、下に降りてきたりとか大泣きしていたりとか、結局リビングでママと子供たちの寝る日もあります。この日はそんな日でした。軽く掃除機をかけます。むむちゃんに朝ごはんをあげます。さて、昨夜のママの宿題です。食器の後片付けをします。こんなにも宿題が、正直洗い物は好きじゃないです。というか好きな人いるのかな。若かりし頃、料理を全然しないくせに洗い物好きって言えばモテる女子だと思っていました。こんなもののどこが好きなんじゃと盛大に突っ込んでやりたいですね、自分に。洗い物が終わったら朝食の準備です。今日のおかずはこんな感じ。とこんな感じで朝はバタバタと過ぎていきます。今日は休日なので割とゆっくり過ごしていましたが、平日は戦場ですでは家族でお出かけしてきます。グーパーチョキグー。以上、妊婦で2児の母の朝のルーティーンでした。本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。 Twitter、Instagram もやっています。登録どうぞよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。